はい、ということで、多分前々回がミキサー動画で、前回が七夕のガチャ動画で、今回が、チチンミキサーということで、ちょっと暴走します。というのもこの夏勝負なんですよ。で今回なんですけれども、オリックスの選手をもう一人ですね、ミキサーにかけたいなと思っております。はい、太田選手です。まあ、太田選手ね、まあ、多くの方はオリックス純正していて、オリックスの選手をねミキサーにかけてしまうのはもう邪道だと思います。僕もねこれ邪道だと思うんですけれども、現状ね A ランクもね出ていなくてですね、まあ突ゼロの状態ということで、正直その使うところがね現状ないんですよね。でまあ今後ね活躍して、まあ、S ランクが出てきた時に育成し始めても全く遅くないんで、今回はちょっとミキサーしようかなと思います。でも狙いは何度も言ってるんですけれども、マッチョ、ラオウ、山岡さん、もうこの3選手、この3選手に、絞りたいなと思います。はい、ということで、こちらの5選手ですね、前回の七夕ガチャで当たった選手なども入っております。はい、ということでですね、今回タスク切りします。行ってきます。はい、ということでこちらの画面にやってまいりました。いやー緊張しますねいや本当にこれはもう暴走なので、ここで結果出なかったら結構僕はきついですね。まあでもね、もうこんだけやってるんで来てほしいです。いやマジでお願いします。ということで、まずどのポジションから見ていこうかな。じゃあまずは中継ぎから見ていきたいなと思います。はい、比嘉さんですね。で山田投手は当たってないということですね。じゃあ次抑えです。はい、平野さんはもう持ってるんで、さあキャッチャーも伏見さんと若月さんなんでね、はい持ってると。でファーストは T さんですね。 T さんは持ってないんですけれども、ここは光ってないですね。はい、じゃあセカンドはあだっちゃんなんで、ここは光ってると。はい、で次サード宗さんです。宗さん来てくれても嬉しいよ。あー宗さん光ってないか。 OK です。はいはいはい、じゃあショート紅林さんも来い。あー紅林さんも光ってないか。じゃあ一回飛ばして、センターは周平さん持ってるんで、あとは先発とレフトとライトですね。今のところはまあ誰も来てないんであれなんですけれど、まあ先発から。あーオッケーオッケー。あーじゃあ山岡さん来てないやん。山岡さんが来ていないということですね。はいオッケーです。じゃあ吉田正尚選手お願いします。あれ、あー気を取り直して、吉田正尚選手来い。あー光ってないか。わかりました。じゃあ最後にラオをお迎えしたいなと思います。頼む、ラオ来い。ラオ来たー神引き、ありがとうございました。